はワークマンのインソールについて、激しく動く方に最適と、独自のアーチ構造サポートされているような、まあ、そういう感じがします。暑いから22時まで変わってるやん。はい、おはようございます。現在朝の4時50分です。今日はですね、実は前々からちょっとやりたかったことがありまして、それはワークマンのインソール、これをですね、試しに履いて、走ってみたいなというふうに思っております。ワークマンはもう何でもね、安くて有名です。ちなみに今日このサングラス、これもワークマン、この帽子もワークマン、そしてこの、ノースリーブシャツもワークマン、そしてこのソックスもですねワークマンということで、シューズとパンツ以外はほぼワークマンなんですけども、今日はワークマンのインソールについて皆さんに、感想をですねお届けしていきたいと思います。タイトルがね、激しく動く方に最適ということのインソール、アクティブアーチサポートということで、インソールなんですね。スポーツ、遊び、仕事、あらゆるシーンで大活躍、独自のアーチ構造、アクティブアーチインソールということでね、値段はなんと980円です、ね、ということで、楽しみなんですけども、ちょっと履いてみたいと思います。デザインもいいですし、この裏のね、このスウェード目なんかも効いてます。あとここのかかとの、部分もクッションもすごい効いてるような感じがしてね、非常にいい感じ、見た目はいい感じです。足を入れてみたいと思います。履いた感じはね、アーチがサポートされてる感じが相当しますね。このアシックスのこの純正、もともと靴にくっついてるね、インソールはまあプニャプニャなんですけども、こっちのアクティブアーチインソールは非常にかかとがですね持ち上げられてるみたいな、そんな感じがして、非常にまあ履いた感じはねちょっと気持ちがいい感じがします。このアーチの部分がね、これ結構カチカチで硬いので、かかとの部分がねサポートされているような、まあ、そういう感じがしますね。このつま先から、母子球のあたりも、ちょっとこれ一応画面じゃ分かんないかもしれないんですけども、一応ここねクッションになってるんですよ。ゲルクッションになっているので、まあ、ここら辺のね、つま先で、衝撃を受ける場合のこの吸収クッションにもなっているので、非常にいいですね。見えるかな、こういう感じでアーチがねこの、立体アーチになっているので、まあ、かかとの土踏まずの部分を立体的にサポートしてくれるのは非常に、いい感じです。
体はですね、やはりちょっと暑いので、少し靴から、通常いつも履いている、ね、靴の底から少し上がった感があるので、ちょっとだけ違和感があります。めちゃくちゃ土踏まずアーチの部分がサポートされている感じがします。走ってから約 1.5 キロ通過しました。最初の頃はね、少し、まだ印象で入れてね、走り始めたばっかりだったということで少し違和感があったんですけども、1キロ走ってですね、だいぶ靴に馴染んできた感じがしまして、そんなに走り始めの頃から比べるとそんなに違和感はなくなってきました。ちょっと感覚的なことを言うと、アーチのね、ここの補強されているアーチのインソールのね、このアーチの部分、ここがね結構硬いので、硬いところの接している部分が非常に多く長いので、長距離向きではないのかなっていう感じがします。今ちょうどね5キロ走り終えたところです。このワークマンのインソール入れた感想ですけども、まあ、あの長時間のですね立ち仕事をしている人にはぴったりだというふうに思います。アーチがね、あの底上げされて扁平足気味の方とかね、アーチが落ち気味の方はこの強制的にアップしてね補強してくれますので、これはめちゃくちゃ立ってでも気持ちがいい、まあ、そういうインソールでした。まあ、ただですね、パッケージに書いてあった具体文句もね、激しい動きスポーツにっていうふうに書いてありますけれども、まあ、これがねいけるかどうかですね。ちょっと今日は5キロですけども、この先、10キロ20キロフルを走った時にですね、さっきも言いましたけれども、足との接地面、アーチとインソールのこの接地面の摩擦、これがどう出るかっていうのはちょっと実際本当に長い距離走ってみないと分かんない。そして、まあ、今日5キロ走って感想としてはですね、まあ、十分あのいけるかなというふうに思います。あと初心者ですね、これからランニングを始めようという初心者の方はこういうアーチ補強、そしてかかとのゲルクッション、こういうのがついたですね、こういうインソールを入れて走ってみるのはいいかなというふうに思いました。価格もありませんし、980円ですから、1回買って試してみて、実際自分で使ってみて、どう感じるかというところを試していただければと思います。まあ、値段相応で、値段相応でありつつ、まあ、機能性はまあまああるかなということで、9大点10点中7点かなという感じがしますので、まあ、そんなところをぜひ、ね、参考にしながら、お試しいただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。で今日はですね、前にもちょっとお届けしました、朝からやってる飲み屋さん、五時から屋さんに行ってですね、エネルギー補給したいと思います。そこですね、シャッターが降りてるぞ。マジか。何、あら、営業時間かかってる。8時から22時までにかかってるじゃん。くっそー、どうしよう。しょうがないですね。帰ります。